ああ。私はあまり人と言葉を交わすことが好きじゃなかったから、殻の中でずっとぬるく生きていけたらいいって思ってました。でも初めてあなたとこの場所で出会ってから、私の中の世界が大きく変わったんです。八神さんと交わす温かい言葉の一つ一つが大切な宝物になって、落ち着くはずの着ぐるみも八神さんと話しているときはその 1.2 センチの厚さがすごく切なくて、こんな気持ちになったのは初めてです。だからもっと外の世界を、あなたを知りたいんです。そのために最後の殻を破ります。八神さん、一日だけじゃない、これからもずっと私をあなたの相方に、彼女にしてもらえませんか？ミナトちゃん、わかった。